では、両チームのスタメンを改めてフォーメーションで確認します。カナダは 4-4 です。こちらは注目点いかがでしょうか。そうですね、メンバーも変えずシステムもこれまで通りというところで、残り4試合ですけれども、最後まで自分たちのスタイルを貫き通そうというところが見えるシステムだと思いますね。一方のアウェイチームファジアーノ岡山、こちらは 3-4-2-1 で予想しています。こちらは注目いかがでしょうか。そうですね、注目選手に曲げさせていただいたリューク選手はワントップ、ここを起点に、どういう攻撃を仕掛けていくか、前節永井選手ここ入ってましたけれども、永井選手はまた役割が少し変わりそうな気もしますし、周りを、どういう風に浮かしながらリューク選手が自分のゴールを奪うという力強さを見せてほしいですね。藤原が中央で受けた、縦つけてそのままシュート狙ってきましたが、松本ヒアのシュート、やはり好調、長峰クロス、もう一度長峰、また松本ヒアが少し降りて受けに行きますけれども、足を落として林の落とし、と近くに本山が寄っていきます。田中裕大動き始めて、そこにスペース狙いましたが、孫がカット、ひっくり返して、ここは杉浦に来た、中央には林が猛然と入ってくる、2対1の局面が出来上がっている、引きつけてシュートいった、決まりました、杉浦航平自分で決めました、先制制限カナダは。今シーズンの6ゴール目、好調岡山相手に決めました。一瞬の隙というかね、ここでの抜け出しでが勝負を分けたというか、ここも2対2だったので、やはり先ほどと同じように列を作って、そこから散らばっていきます。宮城北、ミチルユーク、素晴らしいセーブ、スライ最後は、ごめんなさい、触ってなかったですかね。そうですね、ポストですかね、はい、ここも川野が入れます。ジュークの落とし、ムークへ倒れますが、ファールは、PK、はい、ジュークの落としがムークに入ったところで、足がかかったという判定、ご覧いただきましょう。止めた、セカンド押し込んだ、ユリバイス、やはり読んではいたんですが、しかししっかりとリアクションしましたウルディバイス、今シーズンの7ゴール目、岡山同点に追いつきました。助走に入って、読まれてもっていうところで、いつもの自分のコースを狙ってるっていうところもあるんですけど、本当に先ほど言ったように白井選手もね、そこデータが入ってて、しっかり1000個一発目はね、1000個できたんですけどね。本山立てつけて、さあここからミッチェルデューク、ミッチェルデューク運んで、田中雄大、田中雄大止めたか、ブーク、どうだ、なんとかブロックをしました、波状攻撃岡山、運びませんでした、ね、これ先ほどのシーンですね、白井選手片手一本で触ってるんですね。そうですね、ヨルディバイスのボールキープです。本山ワンタッチで内側に返したボール、引っ掛けた藤村、藤村が前向きでボールを持てます。少しタッチ大きくなりましたが、左流した、さあここから松本平、そして杉浦、ゴールになった、松本平はまさに月が来ています。ここのところ好調、クロスも一つオンゴールを誘う形になりました。中盤でカットしたところが、ここから前向きの藤村選手のサポート非常に良かったですし、このスルーパスも、スピードを落とさないボールで非常に精度の、スルーパス通しましたよね。松本選手としては中もしっかり確認した上で、味方にもちろん合わせにいってるクロスですけど、やっぱりこの速いボールっていうのはディフェンスとしては処理しづらいですし、杉浦の落とし、右から大石、ここももう本当にカウンター迷いなく打ち切るぞ、おっと、もう一度大石さん入ってた、大石、大石どうする、内側に渡して、今度は松本ひろやブロックをしました。中央長いに入って、そして田中雄大からミッチェルデューク、右に流れていく、逆サイドからも上がりがありますけど、長いにはボレーで合わせていきました。カナダの攻撃は裏しっかり狙ったいい攻撃ですよね。松田選手が、それに絡み出したんで、
サイドは少し活性化されている感じですかね。はい、まあ、さらに左から中に入っていく、うん、そのシュートいったーと、うん、いや白井選手もね、これ今ね、おそらくブラインドで少し見えない角度からシュート入ってきてると思うんですけど、岡山は最後の選手交代、成瀬を準備しています。代わるのは川野という情報です。ヘッド、さここはハイゴンが競り合う、うん、ハイゴンの落とし、シュートいった、いい右へそれました。アクロバティックに打っていきましたハイゴン。さあここは左から松本ヒルヤからファーへ流していく、折り返した島田、しかし川井へ、いや島田選手の利き足が左足だったんでね、右足でシュートを打つのはちょっと難しい。もう一回バッター、うん、さあここから野原、中央に渡す島田慎太郎、打ってきた、うん、これも決定的なチャンスでした。はい、今セリアーノが庭です。セカンドボールは拾っていく、うん、左流れていきます、うん、さあそしてとニアに一人選手飛び込んでいった永井でした。ここからそのままフックから運んでいく、いい、うん、3対3、4対4ですね。さあどうするか、うん、そのまま流した藤村のクロス、島田、島田慎太郎がここで決めました。決定的な3点目、ゼーゲン金沢ますね、このスピード本当に落とさず、内村選手のオーバーラップ、ここに来て運動量落とさずしっかり上がってきてましたし、島田選手も、ね、逆サイドしっかり相手の見えないところから入ってきてマークを外す動きも、ね、非常に良かったですね。この内村選手の、ね、クロスもここに時間、藤村の長いボール、ここで試合終了。金沢3対1、岡山にとっては手一杯黒星。